クリスチャン・ヤルビは、エストニア出身のアメリカ人指揮者。同じく指揮者である、ネーメヤルビの抜歯である。指揮者であるニー、パーボもフルート奏者である姉、マーリーカも熟練の音楽家である。7歳の時家族に連れられ飛米する。ニューヨークに育ち、マンハッタン音楽学校で、ニーナ・スベトラーの場にピアノを学ぶ。その後は、ミシガン大学で、ケネス・キースラーに指揮法を指示。 1998年から2000年まで、ロサンゼルスフィルハーモニー還元楽団のエサイコールペッカサロネンの助手を務めた。ニューヨークを拠点とする音楽団体、アブゾリュート・アンサンブルを結成し、2007年にドイツ銀行より賞金を授与された。2000年から2004年まで、梅尾ノールランド歌劇場公共楽団の主席指揮者と音楽監督に就任した。 2004年以降は、ウィーン・トーン・キュンストラー還元楽団の主席指揮者と音楽監督を務めており、2008年から2009年までのシーズンをもって契約満了とされている。その上、バーゼル室内還元楽団より芸術顧問に迎えられている。また、ロンドン公共楽団やライプツィヒゲ・バントハウス還元楽団、シュターツ・カペレ・ドレスデン、 ロイヤル・リバプール・フィル・ハーモニー管弦楽団、ケルン公共楽団、ベルリン放送公共楽団などの主要なオーケストラに客演している。古典派やロマン派だけでなく、現代音楽の専門家としても知られており、アルボ・ペルトやエルキス・ベントゥール、ベーテル・バーイやエセキエル・ビニャオに作品を移植してきた。これまでにグラミー賞にノミネートされたほか、ドイツレコード批評歌賞を またスウェーデングラミー賞を受賞している。バイオリニストのリーラ・ジョセフ・ウィッツと結婚し、一難を設けたが、後に離婚し、息子はニューヨークのジョセフ・ウィッツが引き取った。現在は、フルート奏者のヘイリー・メリッタと再婚して、一難を設け、現在は、ウィーンとフロリダで生活している。ありがとうございます。